まずは折り紙を四角に半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋に下を合わせて折りますこのまま90度回してこちら側も半分に折ります 開いて、こちらも今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを今度は三角に半分に閉じます。そして開きます。今度はこの部分を一度開いて、 このように閉じ直して三角の袋を作ります。これをつぶして正方形にします。次に下の角を折るんですが、ぴったりよりも3、4ミリ下に3、4ミリ開けて折ります。 次にこの部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。こんな感じです。これをひっくり返して、今度は下の小さな正方形を上側に一度折ります。これを裏返します。 今度はこの部分を折ります。真ん中の筋に合わせて下を一度折ります。開きます。こちら側も真ん中の筋に合わせて折って開きます。こんな感じです。そしてこれをこの部分を 裏側に折ります折り返しながらこの側面の部分を起こしてここを三角に潰しますこちら側も広げて三角に潰しますそのまま潰した紙を真ん中まで寄せて ここに三角の角を立てます。このの三角の角を開いて潰しますこんな感じです最後に下側の突き出た四角の角を折り返しますこれで クローバーの完成です。